大森茂高1月15日から1942年10月26日は、大日本帝国海軍の軍人。総連33期。最終階級は一等飛行兵装、仕事組む少尉、山梨県出身。1933年5月、海兵団、入団。1936年2月、第33期操縦練習生となり、同年9月に卒業。 日中戦争勃発後の1938年2月、第13航空隊に配属。同月25日、戦闘機隊、第1中隊3番機として、南昇漏洩防飛工場爆撃に向かう、中高35機の護衛任務に従事。迎撃に上がった、I、I-15、I-16 戦闘機30から50機、あまりと南昇市街地で交戦し、 最初は I-16 を狙ったが、右機銃故障のため失敗。髪型に引き上げて回復させた後、続いて遊軍機を追撃する I-15 に急降下、発撃追を果たす。それから間もなくして3月、13空が立候隊に改編されるため、第12航空隊に転属。その後、空母、赤城筑波海軍航空隊、大港海軍航空隊を経て、 空母、放将乗組として、太平洋戦争を迎える。1942年5月、再び赤木乗組となり、6月のミッドウェイ海戦では、白根綾を隊率いる、艦船隊の小隊長として第一次攻撃隊を、名を迎撃に上がった F4 回戦闘機2機を単独で、帰島後、来週する米雷撃機6機を共同で撃墜した。しかし、赤木が、 飛弾炎上し体艦命令が出ていたため、飛竜に着艦し、同艦の戦闘空中紹介にあたる。しかし、間もなく、飛竜も飛弾炎上したため、燃料が尽きた19時頃、白根隊員と共に、富士着水、軽順、ながらに収容された。空母、昇格乗組であった1942年10月、南太平洋海戦にて、戦闘空中紹介中に襲来した。 米軍攻撃隊と戦闘となり5機を撃墜するも、直後に、昇格に登壇しようとした敵機と遭遇し、間に合わずと見て、その一機に体当たり指示爆した。去年26。死後、全軍布告で、特務将員へと2階級特進した。撃墜数13。小柄、無口で優しい地味な性格ながら、うちに闘魂を秘め、上下に愛された、高青年だったという。 ありがとうございます。